でファミコンの中には N 響のあのタイプの音楽は組み入れられるの難しいんですか？将来はね、できるようになると思います。ゲームでもね、今のカセットじゃなくて CD ROM といって、CD にあのゲームの内容と、音楽音なんか入れちゃうシステムもね、これから将来は出てくるでしょうからね、そうするとセリフも人間の声とか、バックの音楽も、N 響が演奏してるゲームなんていうのも出てくるでしょう。なるほど、ね、はい。その15年後、ゲームの媒体は CD ロム、そして DVD ロムに移り変わり、2004年には NHK 交響楽団の演奏がそのままゲーム音源になる PS2 バンドラクエ5が発売されました。